事細かに説明したいんだが、今はその時間がない。ただこれだけ信じてほしいんだが。君を縛り付けてる問題を俺たちで全部どうにかする。だから信じてほしい。メルティちゃん、手加減はしたわ。一体何が機嫌を損ねたの？ううん、そうじゃない。この反応、そんなのじゃないよ。メルティ様、聞こえていますか？メルティ様、お返事を。まずいな。どうやら意識が半然としていない。それどころか、これは操られてる？まさか。どうやら引っかかったみたいですね。引っかかった？今さらなんだ。何の話をしてるんだ？いえいえ、ただね、考えてみてください。私、あれこれあれこれ次々とやり込められて、すごく腹を立てていたんですよ。だったら一度くらいは相手を困らせたい。そのための嫌がらせだったら手間暇を惜しまず仕込むと思いませんか？まさかメルに何かしたのか？何かなんて曖昧ですよ。私はただ素直になってほしかっただけ。あの子の王様になれる力を存分に振るってほしいって思っただけ。だからそのお手伝いをしたんです。だから何度も言っていることだろう。やり方が手ぬるいと。偽の王戦候補者などと王国の一大事、そうした不貞の輩を特定するのに妙な手心を加える必要などない。うん、それもわかるお話です。しかしボルドー殿、あなた候補者のエミリア様を嫌っておいでのはず。城の者は不安視せずにはおれません。あなたが恣意的に偽物選びをしないかと。馬鹿げた疑心だ。あなたも本気ではあるまい、マイクロトフ。さてさて、どうでしょうか。ふん、その口車に乗ってやろう。確かに私はハンマの候補者を嫌っている。言語道断だとさえ考えているからな。だが自分の嫌うものを悪と結びつけ、短絡的に判断する真似などしない。そうも千里千泊であったな。私は今こうしてここにはいなかった。あのアジン戦争の時代、とっくの塔に戦場で命を散らしただろう。だがそうはならなかった。それが私という答えだ。マイクロトフ殿、満足されたか？存分に。とこういうわけです。賢人会が一枚岩とは言いませんが、その目指すべきところは王国の安寧と平穏。そこに疑いはありません。ぜひとも建設的な話し合いに役立てたいものですな。は、
そのように。特にメルティ様のことですが。またそれか。どうした、リッケルト殿。気候らしくもない。少し肩入れが過ぎる。いえ、しかし彼女は神竜協会からの推薦者でもあります。王家と神竜との盟約、その継続のためにも気がないは十分。私はあくまでそう考えて考えて。リッケルト殿。どうされた、気分でも優れないのか。リッケルト殿。リッケルト殿、これは。いいえ、ボルドー殿。リッケルト殿だけではありません。これは城、いえ、町からも。冗談じゃねえ。くそ、勘弁してくれ。一体何が起きてやがるんだ。落車、プラム、畜生、無事でいてくれよ。姫さん、大変だぜ。おい、なんじゃ騒がしい。わらわは読書中じゃぞ。邪魔するでない。ああ、悪かった、また来るわ。って、いや、そんなこと言ってる場合じゃねえって。町が大変なことになってんだよ。いきなり誰から構わず暴れ出してんだ。頼むから姫さんは暴れ出してくれんなよ。俺止める自信が全くねえぜ。って、ダフン！たわけ。そこは命と引き換えにしてもわらわを守り抜け。そもそも、わらわが無様な姿を晒すものか。あだだだだだ。いや、そうだとは思ったけどよ。多分これ、兄弟たちの昨日の話と関係終わりだろう。であろうな。だろうな、つうか、どうすんだ。このまま本当にほっといて。屋敷に不貞を働く者は？今んとこいねえ、かな。シュルトちゃんに何かあったらいけねえし、部屋に隠れてるよ言ってやっけど。ならばよい。よくぞわらわに言われる前に仕事をした。後のことは奴らの領分よ。わらわたちには何の関係もない。それでいいのかね。やれやれ、まだ分かっておらぬのか。ある、世界はわらわにとって都合の良いようにできておる。なればどんな決着を見ようとも、わらわにとっては何ら危惧することはない。せいぜい己が武を尽くすがいい。それだけが所詮は貴様らの最善よ。不穏の風が吹き始めた。恐れていた事態のようだ。ではやはりメルティ様の魔眼が。聞こえる、王都のあちこちから人の声、悲鳴も怒った声もたくさん。この分だとこの逃走劇も長くは続かないな。エミリア様、クリス様、ご決断を。やりましょう。そのために二人にも竜舎で来てもらったんだもの。なんだ、町中が騒がしく。メルティだわさ。何？メルティの魔眼が暴走しているのよさ。これまで人たらしの影響下にあった人間が次から次へと暴れ始めてる。多分あの女が何かしてたのよさ。サクラ君、
あの女ならそういう仕込みもするか。くそ、やってくれる。この木を逃すものか。プーカ、メルティが乗ってる竜車を探せ。他の2台は吹き飛ばしてやる。分かったのよさ、なんとか見つけて。うわっ、この5人を呼んで。これじゃどれが正解か分からないのよさ。コサイク、コサイク、チクショウ、メルティ。くそ、仕込んでやがった。あの女本当に性格が悪い。言ってる場合？このままじゃ手術なんてできない。時間が1秒だって惜しいのに。ラム長、合わせられますか？誰に物を言っているの？そっちこそ驚きひれ伏しなさい。では。おとなしくしていなさい。手洗い真似はしたくありません。役立たずだったバルス、落ち着いている暇はないわよ。どうやらそのようだ。今のメルティ様の異変は人為的に引き起こされたもので間違いないが、それをきっかけにおそらく魔眼の影響下にあった人々も何らかの影響を受けてしまったはずだ。なんだと？そんな、それじゃあ。うん、そうだね。それじゃあ待機組に頼んどいて大正解だったってことじゃねえか。リッケルト殿。いかん、リッケルトが乱心した。マイクロトフ殿を守れ。さもないと。ああ、その必要はありませんよ。何？あはぁ、失礼。ふむ、これはなかなかの威力ともあれ。メイザース辺境迫、機構は？何卒ご容赦くださいね。非常事態ですから、壺の一つくらいはおめこぼしでしょう。見たところメイザース辺境迫は今のリッケルト殿の様子に心当たりがおありのようでしたが。実はそうなんですよ。こたびの一件、絡み合った事情はあるのですが。ですが、なんだ。ことが分かっているなら急ぎ説明しろ。これは王城だけの問題ではあるまい。早くせねば市政の者たちが。それはご心配なさらず、ちゃんと手は打ってあります。心強い。してその打った手とは？そうですね、一言で言うなら
ルグニカ王国の未来は明るいですかね。どこに行っても騒ぎがでかい。落車、プラム。ねえ、こんなとこでへこたれてられるか。俺が戻らないで誰が家族を守るんだよ。手を抜くのは得意じゃねえんだ。殺す気はねえが死んでも恨むな。隠れてないでとっとと逃げろ。いくらなんでも俺一人じゃかばいきれん。そんなとこにいたんじゃ。あんた男前やね。でも諦めたのだけはあかんよ。最後の最後まで諦めたらあかん。せやからディビー、承知です。ですみんなやるですよ。まさか鉄の牙か。あら、よう知っとるね。こっちやとまだまだ知名度ないかなって思ってたんやけど、この分野とうちの売り出し方はもうちょっと考えてもええかもしらんね。ジオちゃんの売り出し方。そうそう、うちはアナスタシア方針。この顔と名前よく覚えといてな。きっとそうはさせへんよ。アナスタシア方針。それにしてもかっこよかったや。どない、よかったらうちと仕事せん。そりゃ光栄な話だが、今は遠慮しとくわ。なんせ女房と子供の面を見に行かなきゃならねえんだな。その答えも男前やね。お嬢、こっちは片付いたです。次の場所へ行くですよね。
もちろん。どんどん恩は売らんとね。ここがうちらの商売どころや。同じように頑張っとる子に負けるわけにはいかんもんな。なんだなんだなんだ、あいつらものすげえやばい。どいつもこいつも目がいってやがる。俺らが言っても聞きやしねえぞ。おいらたちの手に負えるかよ。こんなもんとっとと逃げた方が。はあ、食いしばれ。パン、ジパン。たくどいつもこいつも逃げ腰で情けねえこと言ってんじゃねえよ。人生で数少ないてめえらの見せ場だ。ここで踏ん張らねえでどこで踏ん張んだよ。言ってくれやがる。てめえの方こそ分かっちゃいねえだろ。こんな状況で何ができるってんだ。右往左往すんのが関の山だ。そうだそうだ、どんだけ頑張ったところでオイラたちみたいな日陰者が。本気でそう思ってんのか。てめえらが本気でそう思ってんなら私から言うことなんにもねえよ。負け犬らしく尻尾抱えて震えてやがれ。私は行くぜ。自分に言い訳したくねえからな。自分に言い訳だ。そんなの何の役に立つんだよ。そういう覚悟で生きてりゃどこで死のうが後悔しねえで済むだろ。ま、てめえらは好きにしろよ。私は死に物狂いで暴れてる連中を抑えてきてやら。あのガキ言いたい放題言いやがって。自分に言い訳だ。何が悪いんだよ。生きてんのが一番だろう。だってのに、だってのに。ラジンス・カンバリ。なんだよ。そういえばさっきのとこに落とし物したかもしれねえ。あ、多分大事なもんな気がすんだ。だから拾いに行かねえと。おいおい本気かよ。あんな場所に落としたもんなんか諦めっちまえよ。そうもいかねえんだわこれが。なんせそれがねえと死んだも同然でな。そんなとんでもねえもん落としたのか。ガスト、てめえまさかあのガキを手助けしよってのか。よせよ、俺がそんな弾か。落としたもんを拾いに行くだけだ。で、それなんだが、多分お前たちも同じもんを落っことしてきてるぞ。え、おいらもそんな大事なもんをいつの間にと思うんだが。どうする。どうするったって。あー、クソがー。うひゃー、わかったよ、やってやるよ、畜生クソだっけんな。そう来なくちゃね。行くぜカンブリー。でもおいらまだ何落としたのかも分かってねえんだけど。うわあいつら、やりゃできんじゃねえか。よし、腹は決まった。たまには、貧民街育ちの底力、見せてみやがれ。行くぞ。